いしょ。どうも、ショッピーです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。とりあえずその予定していた、初めての税務調査は終わりました。はい、初めはちょっとすいません、税務調査の感想みたいになっちゃうんですけど、税務管理というかそういうのからちょっと逃げてきたところがあるので、そのツケが一気に来たっていう感じがします。はい、高校3年間全然勉強していなかったのに、お前ここの大学を受けなさいとか言われるっていう、そういう感覚に近いですね。何言ってんの俺。そう、怒ったことはしょうがないんで、そう、来年どうするかですから。そう、来年から僕はもう完璧に、もう税金に関しては完璧にやっていますよ。はい、であとなこさんからいただいたコメントなんですけども、私はかつて税金を徴収する側の人間でしたと。納税は国民の義務である一方で、税徴収は税務職員の職務でありますので、調査員も良心を抑えながら毅然と対応していることをご理解ください。大量の資料を用意し、細かい説明を求められたり指導を受けるかもしれませんが、頑張ってくださいということで、このなこさんのコメントに僕どれだけ支えられたかって、もう本当にありがとうございます。なこさんのこのコメントに本当に救われた。ちなみにこれは小話なんですけども、最近こうビットコインで稼いでる方って結構いらっしゃると思うんです。あなたどうですか、ビットコインで稼いでますか。稼いだ人に関してはどうなんですかって聞いたら、やっぱロックオンされてるので5年後大変なことになるそうです。まあ僕には関係ないんで、小言として言わせていただきますけども。とりあえずもう終わりましたっていうのと、僕がいかにこう、そこから逃げてきたかっていう、そのツケが一気に来たっていうのと、そう、なこさんのコメントに救われたというのと、あと今回調査に来ていただいた二人は、本当にもう、心は僕の味方っていう、でも、毅然として対応しなきゃいけないっていう、もうなこさんのコメント通りの対応でした。はい、ということで、まあ今からどうしようかなっていう感じなんですけども、3時28分です。なので、中途半端ですね。時間足りなめですけど、この動画アップするのも編集したりアップするのも多分9時頃とか10時ぐらいになってると思うんですけども、まあ、でも撮りたいんで、はい、撮らせていただきます。で、何をするかなんですけど、今週の土曜日に韓国に行くので、その準備をちょっとやりながら、スッキリ空間に行きながらみたいな、そういうことをちょっとやろうかなと思います。なので今日動画のタイトル何しようかって感じなんですけど、あ、でも一応本心ではその追徴課税がめっちゃ怖いですね。お金の工面はなんとかなるんで全然問題はないんですけど、でもあれですよ、税務署に目をつけられるようになったのは、その事業が大きくなってないと税務署の人も来ないって言ってましたから。そう、でもそれぐらいこう売り上げを立てられるようになったのは、やっぱりこうメントレのおかげだなというふうに思ってますんで、税務調査が来るぐらい大きくなったっていうこともありますから、まあ良かったっちゃ良かったんですよね。ということで今から韓国旅行の準備に行ってきます。いやー、涼しいですね。なんか最近雨続いてますよね。散歩も好きだし、撮影するのも好きだしっていうので、歩いてるだけでもう生き返る気持ちですよ。そう、まあ全然理解できないと思いますけど、でも結構そのお散歩したり歩くのが好きっていう人いますよね。だから例えば新宿から初台まで歩いちゃうよとか、新宿から中野まで歩いて帰るのが好きなんですみたいな、そういう人もいるんで。そう、あなたはどうですか、歩くの好きですか。ちなみに今から何をしようとしているのかっていうと、円からちょっとウォンに両替をしようと思ってます。向こうに行って、そう、ウォン持ってなかったら多分何もできないと思うんで、今のうちにちょっと両替をしておきます。はい、新宿に着きました。確かここら辺にあるんですけど、あ、ありました。はい、両替してきました。1万円が1万ウォンになりました。あ、もうちょっと厳密に言うと、1万ウォン換金するために1万と13円かかりました。まあ、このレートが安いかどうかってちょっと分かんないんですけど、初めての両替にしたら、まあ、目減りはそんなないかなっていう感じなんですけど、もうちょっとその今の時期のレートだったりとか、もうちょっといい換金所はありますよ
もしそういうのご存知の方いたら、あのコメント欄で教えてください。はい、じゃあ次は韓国に行くためのコンセントをちょっと調達していきたいと思います。まあ、そのアマゾンで注文してしまえばいいんですけど、でもまあ、あのあるところで安く買えるので、ちょっとそこで買おうと思います。そのコンセントをその海外のキャンドル取り扱ってないんですね。あ、そうですか、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、そうです。置いてなかった、まあ、新宿に来て手に入らないわけがないんで、次のお店行きましょう。ありました。あ、ありました。108円でございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、こちらゲットしました。いや、ちょっと一瞬大丈夫かなと思ったんですけど、はい、ゲットしました。で、あと一つちょっとやっていきたいことがあるんです。次にこのスマホを開くんですけど、ここでフォートラベルと検索します。フォートラベルのページを開いたんですけども、ここの格安 Wi-Fi レンタルっていうのがあるので、ここを押します。そうするとまあこんな感じで出て、で今からこれを申し込みます。今回僕が教えてもらったその韓国通の人は、このフォートラベルの Wi-Fi を使った方が一番韓国で安く Wi-Fi を使えるそうです。発日は今度の23、韓国4ギガ大容量、超大容量、格安現地受け取りの方が安い気もするんですけど、韓国 4G LTE でいきます。で、受け取り場所は成田の国際線ですね。返却場所が返却ボックスありと、はい、これで料金を確認したところ、はい、出ました、ドン、1992円。ああ、確かにリーズナブルですね。はい、で個人情報を入力します。あ、でクレジットの情報ですね、入力をして、この内容で申し込みをポチッと、すると、はい、申し込み受付しましたと。はい、いいですね、メールも来てます。はい、ということでやってきましたけども、いかがだったでしょうか。後半は韓国に行くための準備をしますということで、まあ、後半はすごいワクワクした感じだったんですけど、はい、やらせていただきました。今回のお話がちょっとでも面白かったので参考になりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで、じゃあ今から僕はカフェに入って編集してアップしてぼちぼちと再開させていただきます。はい、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。